あんな下級将校にフライジンガーは何を求めていたんだ。何か問題？私には大問題なんだ、お嬢さん。いいライターね。私が知る限りじゃ、フライジンガーは特別なプロジェクトにシュタイナーを勧誘していたみたい。プロジェクトフェニックスか。かもね。私はフライジンガーをやりに行っただけだし、脱出する方法があるはずだ。ここから出る方法などないぞ。もちろんお前らが情報を提供する気になったなら別だがな。ここを開けてくれれば情報を教えてやる。生きて出られるのか。何？ああ、この裏切り者が。わかった、俺が何でも話してやる。オーストラリア人め、名誉も忠誠心もないな。やっぱどっか入る。やめさせろ。俺はお前の聖戦の犠牲になるつもりはねえ。負ける。計画は失敗したようだな。頼むぞ、ルーカス。君は他の連中ほど愚かじゃないと思っていたよ。お前ら殺し合ってるのか？バカな。ズルク！ズルク！君の気持ちはわかる。私も黒人の命令には従わない。あんた誤解してるぜ。なんだと？肌の色なんてどうでもいい。イギリス人だからムカつくんだよ。俺たちは王室の便所に流されたクソだ。ああ、なるほど。だが同盟国同士だろ。まあ主従関係のようなもんさ。イギリス人にやらされてただけだよ。俺たちは使い捨てだからな。反抗的、ズーズーしい、牢屋にも慣れている。それがルーカスだ。 SOE は思いがけない場所で才能を見出すのが得意だったようだ。ルーカスには才能があった。爆発物の扱いに長けるだけでなく、性格も爆弾そのもの、加えて毒舌だ。砂漠の中ではトブルクのネズミたちは家族のようなものだった。残念ながら上層部との付き合い方を理解していなかったが、いかがですか、プリンセス。いい手なんだ、邪魔するな。おっと失礼、ごめん遊ばせ、陛下。おいブルーイ、起きろ、見逃す手はないぞ。おい嘘だろ、もったいつけるなよ。よしデーズ、思い知ったか。おいおい、マジかよ、ありえないだろ。ネズミども、なぜ持ち場を離れている。サボっていたんだろう。少佐、車両隊が来ます。よし、貴様らは私と来い。
一度くらい兵士らしく振る舞ってみろ。よさ、よさのさ、ほらな、本物の兵士っぽいだろ。なあ、ずるい、もっとガツンと言えよ。ダメなやつだ。ほっとけよ、デズ。アムスは何をする気なんだ。こいつは少佐だ。やりたいことは何でもできる。よかったね、俺に逆転されなくて。お前が俺に勝てることなんかないだろ。何？バカも休み休み言え。爆薬の準備は？ルーカスと俺で仕掛けた。ました。位置につけ。タイミングが肝心なんだぞ。しっかり集中しておけ。奴らが見えた。声を落とすんだ。おい、先頭にいるのは。声を落とせと言ったの。あ、待て。私がやる。ご苦労。さあ、目印はあの岩です。分かっている。あれは戦車だ。ドイツ軍に戦車がないと。でもあの爆薬の量じゃ戦車には効かないんだ。なんてことだ。機体を狙えばきっと止められます。集中させてさあ待ってください。早すぎる。ダメだ、待って。お前が邪魔するからだ。地雷を踏んだと思ってる。ルーカス、ハッチにグレネードを投げ込めそうだ。ああ、大成功だな。突撃、かかれ。ルーカス、奥のトラックを調べろ。手を貸せ、やつのトラックだ。タイヤを撃ったんだ。遠くには行けまい。簡単な奇襲だったはずなのに、物資の半分が燃えてしまったぞ。さあ、崖の下にトラックがあります。ジェイコブス、ネズミどもに追わせろ。さあ、行くぞ。ネズミらしく地面を嗅ぎ回る。遠くには行けないと言ったろ。気をつけろ、一人生きてる。楽にしてやろう。おやすみ、ドイツ野郎。もっといるはずだ。一人トラックで死んでた。もう一匹は逃げたろ。
なら探せばいい。結婚だ。あと追え。さすがだな、ジェイコブス。階級をわきまえろよ。俺は出ず。そっちはルーカスだ。俺たちの間で階級なんて関係ないさ。お前のことは聞いてるぞ。俺たちは事情通のネズミなんだな。静かに聞こえるか。やつは誰に叫んでる。こっちだ。おい、こんな場所知らないぞ。身を隠せ。やり合えるほどの相手は俺たちならやれる。Aufschwärmen! Wir sind in Alarmbereitschaft! Wir brauchen hier Unterstützung! Feindliche Infanterie! Ungeschützte Infanterie! Jus! Jackson! クレアを上げやがった。奴らはフレアを上げた。見られちゃいないさ。よし、少し経ってきたらここを離れるぞ。何か見つけた。ドイツ語読めるか。ああ、そりゃ意外だ。ロンメルの将校の一人がキャンプに向かう途中にここを通った。どんなキャンプかまではわからないがな。なら見に行こうぜ。奴らはフレアを上げた。増援が来るぞ。いや、戻って少佐に報告すべきだ。内容が分からなきゃ報告もできない。それじゃいい兵士とは言えないんじゃないか。分かった、調べてみよう。今度は静かにやるからな。この道は敵のキャンプに続いてる。すぐのキャンプだ。道を外れようぜ。砂漠を突っ切るぞ。隠れろ、早く。Konzentriert bleiben!
た戦車だ。ここにはとどまれない。進め。くそってめ、あなたの車両隊だ。行け行け。こっちだ。急い。止まれ！ブリガード、行くぞ。本当にこの道か？他にどの道があるったんだ？アムスに言えよ。たっぷり持ってるぞ。あいつから分けてもらったことないのか？あいつからくすねるのは簡単だ。かなりの下戸だしな。あのクズのフラスコを手に入れた暁にはお前らにも分けて止まれ。前方に明かりが。ドイツ軍のキャンプだろう。奴らはどこだ？俺たちを探しに行ったんだろう。待て、これは何だ？知るかよ。これを見ろ。左の男はロンメルだな。どこのお偉いさんだ？早くしろよ。俺たちは情報を集めてるんだ。明らかにお前には欠けているものさ。笑わせんな。書類もいいが、俺が何を見つけたと思う？外に可燃性のものが大量にある。どう料理してやろうか、うん、吹っ飛ばしてやろうぜこいつは狙い放題だ左には駐車場、すぐ先に弾薬庫、右の給油所が燃やしてくれって言った。行け行け行け！気を受けやつとアルーカス！あとは武器こと戦車だ！敵の増援だ！トラックが来るぞ！移動してろ！トラックを攻撃しろ！
が中から爆破する。距離を取れ。よくやった。はい、もうルーカス、戦車を吹っ飛ばせ。あれは壮観だったぜ、ルーカス。待て、聞こえるか。これは敵機だ。開けろ。だけど大丈夫か。問題ない。道路から来る。
イタリア領リビアの海岸ではオーストラリア人上等兵とネズミたちのグループがロンメルに大きな打撃を与えた。連中の行動は勲章ものであり敬意を払われるべきだったんだ。だがハムスはそのように考えなかった。報酬として彼らを映像に入れてしまった。一方リヒターはロンメルとフライジンガーとの関係ばかり気にしていた。可能な限りルーカスの話を聞きたかったんだ。